最終科目の対決に参りましょう。今回の対決は社会ということで、虹ヶ崎クイズ対決。虹ヶ崎に関するさまざまなクイズが出題されます。そしてですね、最後のお助けアベマくんなんですけども、一体ごとに答えに入っている文字をひらがなで1文字だけヒントとして教えてもらいます。ただしその1文字はどの部分なのかは分かりませんので、注意していただきたいと思いますよ。これが逆に難しい頭の文字なのか最後の文字なのか、はたまた真ん中の文字なのか、どこの文字を教えてくれるのかは分からないっていうことですけども、2体使えば一気に2文字分かってしまうわけですから、めちゃくちゃね、持ってる人は有利になるんじゃないかなと思います。あの涼しい顔、あかりの涼しい顔、2個持ってる人誰だろうな。これが最後の対決ですから、阿部真くん人形頑張ってる方はここで一気に使っちゃってくださいね。それではゲームスタートの前に一人ずつ意気込みをお願いします。私はみんなのことが大好きだからきっと答えられるはず。最後の問題も一歩一歩頑張ります。カスミンが間違うはずないじゃないですか。余裕ですよ、余裕。大好きな虹ヶ崎のみんなの問題だなんて、なんだか勝負を忘れて楽しくなっちゃいますね。頑張ります。私の唯一のアベマくん人形で絶対に正解を狙うわ。みんなのことでしょ、楽勝だぜ。みんなのこと愛してるよ。最終問題、お目目パッチリで頑張るぞ。虹ヶ崎への大好き届けます。みんなのことならきっとわかるはず。頑張ります。これで本当に最後、気を引き締めて頑張る。はい、では第1問目、阿部真くん人形使う方挙手。それでは問題参ります。虹ヶ崎クイズ第1問、はい、昨年東京ゲームショーブシロードステージにて行われたラブライブスクールアイドルフェスティバル新情報発表会ステージにて、虹ヶ崎メンバーのキャストが皆さんであるということが発表されました。さて発表されたのは2017年の何月何日、私これすっごい覚えてるの、合ってる気がする、うん、ではでは、覚えてる、私もこれわかる、これはね、もう本当に覚えてる、わかる、うん、ね、思い出が詰まってる、思い出が詰まってるなんだって日なんだよね、なんかでも大体外してても1日、うん、いや、なんか記憶がある、うん、皆さん答え書けましたか、はい、それでは皆さん、一斉に見てみましょう、オープン、はい、はい、絶対、絶対、あれ、あれ、割れてます。じゃあ、クチューンから発表お願いします。はい、9月の21日、うん、あ、9月20日、9月の21日、あれ、9月の20日、あれ、9月の21日、絶対行こうです。絶対行こう。9月の20日9月の21日交互に9月の20日9月の21日自信あるよね、自信ある、会話したことを覚えてる、最近喋ったの。正解発表しますよ、第1問正解はこちらです。あー、9月21日です。みんなと初めて9人揃ったみたいな感じだったじゃない、うん、まだ会話する内容とかね、どうしようってなった時に、私あのチュンルに話しかけたの、うん、あの前日誕生日でしたねって、誕生日の次の日だから覚えやすかった、そうだからね、覚えてたの、よかった、嬉しい、温まる話、なんか、え、しかも今年はさ、9月の20日だった、今年が20日だ、今年が20日だったのよ、そう、すごい思い出があるから、思い出が詰まってた、ということで正解者はチュンルン、ミユタン、アグポン、なっちゃん、田中、イエーイ。では続いての問題に参りましょう。第2問目、阿部真くん人形使う方挙手。はい、どうしよう、使っとこう、じゃあ、前内と私ですね、第2問目の正解の一文字を教えますので、阿部真くん効果を使ってないメンバーは伏せてください。なるほど、はい、伏せて、はい、伏せましたね。第2問目の、ヒントの一文字はこちら、おー、なるほど、おー、
てください。それではいきますよ、問題参ります。虹ヶ崎クイズ第2問。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーはそれぞれ個性的で特徴のある髪型をしていますが、上原歩夢さんの前髪の分け目は右それとも左？これは歩夢の似顔絵を描いて回答してください。これもそうだ、待って、フリップに描いてください。普通に絵に描いてあるいつものあれを描けばいいってことだよね。わかんない、前髪短くなっちゃった。どっちも欲しいんだよね、これどっち？歩夢ちゃん難しいね。どうしよう、いつも見てる、こっちか、え、わかんない、見ない、どうしよう、え、これ誰誰誰誰さあ、皆さんできましたかね。じゃあこれは、アガポンはちょっと有利なんじゃないかということで、一番最後に発表します。ということで、アグポン以外皆さんオープン。えい、はい、じゃあチュンルンから。はい、右です。右、私も右、私は左かな、私は左、私は右、私も右、私左、右、そして私はこれは左です。左です。はい、ということで正解を発表したいと思います。正解はこちら、左でございます。ということで左の方、はい、みゆたん、まゆち、あぐぽん、私が正解です。やったー。虹ヶ崎クイズ、現在の得点はご覧の通り、あぐぽん、みゆたん連続正解で一歩リードしています。それでは皆さん、いよいよ最終問題です。頑張ってほしい、はい、ということで、ここで阿部真くん人形を使う方、教師、はい、はい、まあ使わなきゃ、使うね、もう残り全部、お、最後にかけるわ、当たりを2個使える、2個、絶対正解したい。じゃあまずは使わない方捨ててください。はい、おやすみなさい。はい、それでは、3問目のヒントはこちらです。では、一つ組は伏せてください。はい、ヒントはこちらです。ほう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 、はい、はい、大丈夫ですか？はい、それでは顔を上げてください。はい、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 ということで、3問目発表します。こちら、虹ヶ崎学園の大きな校門には部活の活躍に関する2つの垂れ幕がかかっています。このうち片方は全日本吹奏楽コンクールに出場した吹奏楽部を祝うものですが、もう片方のインターハイに出場した部活をお答えください。分かんない、吹奏楽部ね、そう、私昔吹奏楽部だったからすごいねって思ってたの。はい、それではフリップにお書きください。ヒント見たんじゃないの？ヒント見てもわかんない。ヒント見てもわかんない。私も見たんだよ、ヒント。わかんない、すごい当てはめてる、いろいろ。だって今すごい考えてんだけど、何も当てはまってこないんだけど。何も当てはまらない、何も当てはまんない、うん、ヒントなんだったの。ちょっと待って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 、何も出てこない、どうしよう、候補すら出てこない。頑張る頑張る頑張る、もうちょっと待って、もうちょっと、もうこの辺もですね、もう辺もですね、頑張れ頑張れ頑張れ、ソフトボール部。おお。ソフトボール。マジ？そうなの？そうなの。ああ。アイススケート。あ、スケート違う気がするな。おお。なんかスピーチ系のやつ。ああ、なるほど。え、私本当に分かんなかった。柔道。トラベル部。ありそうだ。水泳部。水泳部。ああ。トマト部。体操部。
これも勘ですな。とがあったの。そう、ヒントとしてとがあって。え、あかりんは2つ目の文字はヒントは何だった？ルだった。ルああ、トトルだったらなん、トトルだ、うん、出るかもしれない。トトル？あれトトル？私もトトルじゃない？トラブラブ？トラブラブ？これワンチャンあるよこれ。インターハイだよ。インターハイやんの？何起きそうなの？ということで気になる正解言ってみましょう。正解はこちらです。ということで最終対決虹ヶ崎クイズは2問正解したアグポンミュータンの勝利。それでは本日の成績発表です。全ての対決が終了しました。長かったね。なんかいろいろあったよね。はい、今回行われた最終テストの成績でウルトラゲームスイメージガールがついに決定します。はい、ということでまずはあの成績をね、科目の教科ごとに見ていきたいと思います。はい、それでは発表します。よしよしよし。国語大西楠木。よしよしよし、はい、よしよし、うん、続いて音楽さくら。イエーイ。おいちい日本中に先生の気分だから。数学さくら楠木。イエーイ。理科人あかり。そして社会大西久保田。よしよし、最後で頑張った ね、 ね、 頑張ったね。そうなんです。で、まあ、こういう結果になったんだけど、これね同点の方がいるんですね。そう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 、まあ、それがあれだね、アグポンとトモリルとマヨチがそれぞれ同点の今。本当だ、よく頑張った。そう、頑張った。ゼロポイントだったけど、お助けお助けだって、お助けもいなかったね。ここで1回行こう、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 そうだよ、頑張ってたもんね。でもね、決着をまあ最後にしっかりつけようということで、ここで急遽社会の問題をもう一個追加して決着をつけたいと思います。まさかの3人で。そう、3人で決着をつけます。最後はアグポン、マユチ、トモリルの3人でイメージガールをかけた虹ヶ崎クイズ決勝戦。はい、ということで今から最終結果の決着がつく問題を言うわけですけども、皆さんドキドキする。大丈夫、心の準備は大丈夫？大丈夫じゃありません。ずっと首頑張って。目開いてないよ、ともりゅう。頑張ってよし、じゃあそれじゃあ、はい、いくね。はい、読み上げます。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーで演劇大好きなお嬢様大阪しずくさん、彼女が飼っているゴールデンレトリーバーの誰？マユチが早かった。そうです。で、待って、誰だ？マユチ。答えオフィーリア。正解です。よかった、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 よかった。私もということで、ついに決着がマユチ。よっしゃですね、イメージガールに決定したまゆちゃんには中津かすみちゃんの新規書き下ろしイラストプラス、かすみちゃんが中心となったスペシャルドラマを配信。やった